明けましておめでとうございます。今年もゲームカタログ絶対に見てね。大集合ファミコン戦士がみんな集う。素人と苦労と揃うともうまさしくその場は即戦場。おのおの自慢の技を披露、あいつに負けじとみんな競う。憎いぜずるいぜアンチクショー、知らず知らずの真剣勝負。戸惑うことなくのめり込もう。合言葉はゲームで意気投合、夜更けにゲームは最高潮。明日は日曜心配ご無用。バーチャファイター2がないですよ。嘘ついてたんです。嘘なんかつかないでください。去年の最後にですね、あのバーチャル2ね、今度から今年明けからここに置いていくって言ったんですけども、はい、ちょっと待ってくださいよ、はい、なんすか。そのうち来ます、バーチャル2は。そのうち来るんですよ。そうそう、今日は本番そのうち本番中来るんですか。それはですね、おっさんが来てこうバーって運んでくるんですか。そんなん困りますよ。そのうち来るんですけども、はい、今日はそのバーチャル2の携帯が来る前に、はい、とりあえず技講座を、はい、技講座をしようと。番組の中で視聴者の皆さんのためにバーチャル2ないから、うん、いや、正直じゃない、僕らのためにでしょ。いや、視聴者の皆さんバーチャル2の技講座、ただその本体がないから、うん、頭の中でいろいろゲームを楽しむ。まずは技から。技から、なんや、前儀みたいなことしますね。で、普通逆ですよね、これ。はい、本体やってから技講座はありますけど、いや、まずは技をいろいろやってから技だけ見て覚えとかなんですか、はい、そうですよ。わかりました。まあ、ちゃんとそれは勉強になるんでしょうね。なります、かなり。今日はですね、はい、そういうバーチャル2の技講座、よし、みんなで覚えよう。そしてですね、番組の方からお年玉のプレゼントもございますので、もう素敵、はい、今日も楽しい話題で満載です。はい、スタート。この番組は札幌一番の提供でお送りします。さあ、編集長、はい、今年は一体その何が、ね、去年は年末にそのセガのサターンとかですね、はい、プレイステーションとかですね、いろんな形であの実体ゲーム機が出てきて、はい、むしろその任天堂のスーパーファミコン陣営は黙ってたんですけども、うん、はい、今年は4月にあのバーチャルボーイっていうね、あの前紹介したかと思うんですけども、はい、あるんですよ、そういうのがあるんですよ。なんでそんなのできるんですか。そういう、そういうあの 3D のですね、 3D の、 あの携帯用のゲーム機が出ると、はいはい、任天堂出すんですか。春から出るんですよ。携帯用にも使えるんですけどもね、今度はそれがあの、まあ、任天堂の方の今度は逆襲みたいなのがそろそろ始まる年になりそうだという、そういうのはちょっと影薄いですもんね、最近。今影薄いですけどね。ドンキーコングドンキーコングはそこそこ売れましたけどもね、うん、あ、そこそこなんですか。そこそこって言っても、まあ100万も出してますからね。十分なんですね。すごいですね。はい、そうですか。はい、そこでひろこちゃん、皆さんはですね、お年玉もやっぱりいっぱいもらったんじゃないかと。はい、お年玉ね。それでそのお年玉で何を買おうかと、はい、ゲームをね、ゲーム何を買おうかと思ってですね、はい、もうファミツのレビアの社員ですね、はい、もうこれは買いだというゲームを気づきました。ほう、おめでとうございます。ですね、今年のゲーム業界はですね、任天堂周りのバーチャルボーイ、あとなんかセイントギガと前からなんかやってるのを今年こそなんかいろいろやってほしいなと、その辺に期待しつつのお年始かなと。あとですね、あと今年最初のおすすめソフトは、あの昔懐かしいゲームですけどギャラクシーウォーズ、この辺で一つ攻めてみたいと思います。ギャラクシーウォーズはですね、とっても古くて懐かしいゲームなんですよ。あの炎の駒とかね、あの辺のゲームセンター嵐を知ってる30代ぐらいの男の子なんかにもいいんじゃないかなと。男の子じゃねえか、まあ、最近の男の子にも人気があるんじゃない、出るんじゃないかとちょっと期待してます。あのね、ゲームセンターのあのインベーダーが流行った後にそのバリエーションみたいな感じで出てきたやつですよね。よく見るとね、色が変わるでしょ、はいはいはい、あの下から上がるにしたって色が、はいはい、あれあそこにねセロハンが貼ってたんですよね。知ってます。セロハンが貼ってたからそこにこうロケットが飛ぶ時に開かなったりっていう、そう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 、これスーパーミコンがそのやってるはずがないんですけど、わざとそれをシミュレーションして、はい、マニアックな、はい、明けましておめでとうございます。イザベラ長野です。私は今年厄年ですんで、あの悪いことに巻き込まれないように地道に頑張りたいと思います。ですね、去年はたくさんニューハードが出ましたよね。ですからその辺のプレイステーションとかサターンとか、ああいったハードの、いいゲームがたくさん出てくれればいいなと思っています。
それで私の年始のおすすめソフトなんですが、メガドライブ版の一覧タールをおすすめしたいと思います。このゲームの好きなところは、ミニゲームがものすごくたくさん入ってて、それがどれもすごい一瞬で分かるルールっていうところですね。あとは、対戦が4人までできますんで、ものすごく盛り上がる。パーティーゲームなんですよね。一覧とある。担当あるっていうのが昔あったんですよ。いろんなゲームが入ってる。それにさらにこうゲームがたくさん入った一段とある。山田天国ですよ。そうか。担当ある。もう長野もね、ぼちぼちこうやって将来のこと考えて、はい、お買い得なものを主婦的な、そういう発想ですね。どうも、明けましておめでとうございます。ローリング内澤です。もうですね、1995年ということですね。もう世紀末なんですよ。世紀末というと、ね、空から UFO が降りてきて宇宙人が攻めてくるというですね、まあ、ことを想像しちゃうんですけども、でですね、やはりその宇宙的な感じとしまして、バーチャルボーイですとかね、ウルトラ64とか、そこら辺のなんかサイバーな、ハードに僕は期待しているわけです。でですね、ソフトはと言いますと、このナムコのサイバースレッドなんですよ。サイバースレッドのですね、おすすめはですね、やはりなんといっても箱庭の中でですね、1対1で戦う殺し合い、もう殺戮のゲームなんですよ。このサイバーさがね、すごいたまんないんですよね。なんか血の出るゲームがこういうのがあるんですね。これで面白そうですよ。また同じ人種ですね。いやいや、なんかこう一対一できるでしょ。そうです。なんかあのこう向こうの方に隠れてるやつをこう後ろから回ってきて、後ろからバッ、これね、あのあれみたいですね。これできるんですか、一対一で。あ、いいってことだ。これできる。バトルテックでしたっけ。そうです。一対一で、一対できるんですか。できます、できます。明けましておめでとうございます。渡辺です。今年もよろしくお願いします。次世代機が出揃ってますけども、とりあえず渡辺のおすすめはプレイステーションです。リッチレーサーが超よくって、キングスフィールドも長く遊べます。年始のおすすめソフトはスーパーファミコンのパックインタイム。ゲームボーイ版の方が点数上なんですけども、合わせてお楽しみいただくとよろしいかと思います。一番のポイントは、バックマンの動きです。紐にぶら下がってブラブラしたり、ぴょんぴょん飛んだりするところが結構可愛くて、ついつい遊んじゃう、そんな感じのゲームです。今回はそのパズルを解く要領でですね、どんどんあのドット、あの元々のバックマンはああいうドットを食べていくんですよね、はいはい、であちこちのこのフィールドの中にあるドットをですね、はい、全部食べるとですね、うん、あの次のステージにこう扉が開くという。であちこちそのドット隠されてるんですけど、はい、そのためにああやってこう飛んだりですね、輪っかくぐったりとかですね、いろんなことパズルとアクションゲームの要素が一緒になってるんですね。あけましておめでとうございます。ジョルジョです。去年からね、今年とかにかけて、まあ次世代とか言われてる新しいゲーム機いっぱい出たんですけど、まあ今年から来年にかけてこれらのゲームがですね、一つのハードで、まあ、全て互換性を持ったものがですね作られるという発表があるかもしれませんね。ということで、年始はあのダービーシャリオン3、まあ、スーパーファミコンですけどこれで遊びましょう。ダービーシャリオン3ですが、まあ馬好きの人のため の, あのゲームなんで、かなり変わってるんで3の方も楽しんでみてください。私はね、馬が育つまでレースに出せるようになるまでずっと暇なんですよ。同じこと何回も繰り返さなきゃいけないんですよ。でもその後ちゃんとレースとかできて、そのねこれでもあれやで、これ全員でなんですか、なんかこう記入したら全員で勝負できる。待ってください。でも時間かけて育てた馬がですよ、はい、一頭取らなかったらめちゃくちゃ悔しいんですよ。これ足折ったりするんですよ。そう、ほっくり、そう、本当売却してやろうかと思うぐらい悔しいんですよ。なるほど。さあ見ていただきました、うん、ファミスのレビアーの皆さん、はい、おすすめいろいろじゃありましたね、うん、本当に可愛いゲームとか、はい、あとそれから、お買い得ソフトに走ったりとか、はい、昔を懐かしむゲームとかね、うん、たくさんあるんですけども、なんか年末年始と本当に、ね、200タイトル近く出てたんでね、はいはい、その中から選ぶだけでもかなり、本当はもっともっといいゲームだったんですけども、嘘じゃなくて、本当ハットルからもっと他にもいろんな選びたい、他にも選びたいゲームソフトあるけれども、そういう意味ね、そういう意味で厳選してやりました。はい、というわけで、あの編集長のおすすめソフトの方がなかったんですけど、はい、はいはい、ボロボソフトはこれから紹介したんですけども、はい、キリクザブラッドというゲームです。プレイステーションのゲームなんですよ。はいはいはい。それで
エイリアンっていう映画ありましたですよ、ありましたあの惑星コロニーにあのエイリアンが発生してしまって、はいはい、それを探索に行くとこれも同じような設定なんですけど、ね、あのまあ映像をそのまま取り込んで映したりなんかしてるんですけど、はい、新しいゲームマシンが走り回っててですね、はい、ああいうその惑星のコロニーの中に入っていくと実はそこにいろんな異生物が発生していて、はいはい、それをあのやっつけながらその謎を解いていくという感じなんですよ。いきなりだから扉とか開ける扉の向こうにですね、はいはい、あの物体といいますか生物がいて、はい、それをガンとかでやっつけて、でアイテムを取りながら進んでいくという、まあ、迷路ゲームなんですけども、はい、見てもらっても分かるように非常にそのグラフィックが高度なものなんですよ。面白そうですね。すごいね、あのびっくりしますよ。扉の向こうでガタガタ音がしてて、うん、絶対なんかおるなと思って扉ボンとドンと押し込んでます。これもそうですね。もっとこうなんかエイリアンみたいな、ね、まだ最初の方はああいう感じの映像しか出てこないんですけども、うん、はい、あのもっと下の階の方に行くとあのヌメヌメした感じの爬虫類系の、うんうんうん、例のやつ、例のやつっぽいやつ、ああいうやつが襲いかかってきたりしました。編集全部、全部はまだやってないんです、はい、あの途中途中までかなり時間がかかるゲームなんで、うん、最後の方を飛ばし飛ばし見せてもらったんですよ。間違った道ずっと行ったらいつまでたっても割れないっていう、割れないっていう、うん、あの扉を開けるのにカードとかがいったりとかですね。だからそのアイテムをちゃんと入手しなかった、そのために敵倒さないといけない。面白そうですね、しかしですね、はい、あのね、こっち側が面白い面白い言うだけでですね、うん、本当に面白いかどうか売れるかどうか分かりませんので、分かりませんね、ひろこちゃんがですね、そうなんですよ、はい、あのですね、あのファミ通レビューの人たちに、うん、あの一つ一つ面白い、これがこういう機種がいけるんじゃないかとか、うん、こういうゲームがいけるんじゃないかっていうのをですね、一人一人こう選んでもらって、はい、それを占いの先生に見てもらいました。あの名前から投資していきますと、はい、この全体的な中ではですね、あのこのサイバースレッド、はい、これはなかなかいけますね、はあ、そしてあのこのギャラクシーウォーズ、はい、これはあのだんだん押せ押せになるんじゃないかなと思います。後に盛り上がる、だんだん盛り上がる、うんうん、徐々に徐々に徐々にっていう感じですね、うん、でこのキリクザブラッド、これはあの、大変いいです、はいはい、うん、内容が濃いと思いますけどね、はい、やっぱりアクションっていうところが強いですね。やっぱりあの、うん、発売される本数でいくと一番割合が多いはずなんですけど、なるほどね、あのただ今年のね、あの要素としてこれサターンがどうしても出てくるんですよ。あの、うん、サターンというとですね、あの94年に、サターンというマシンが、はい、あの土星 のサターンなんですけども、うん、サターンという、うんうん、マシンが新しく出たりしてですね、はい、そのあたりとかなんか関連があるんですか、ね、はい、関連あると思いますけども、うんうん、なんかそう引っ張ってまだ影響しているんじゃないんですか、はい、はい、何でしたっけ、カードとか、あのそういうゲーム性が強いもの、あのなんかそれは今年はなかなかいけると思いますけど、うんうんうん、それとそのアクションとあの2つのラインがかなり根強いんじゃないでしょう。アクション性の方にはね、この頭脳とそれからあの動くこれ戦車とか動物とかっていうあのカードなんですけども、要するにあの、まあ、何か あの人間対ですね、その動く動物か、動物が敵側にいるわけですか、うん、うんうんうん、それか、まあ、一緒に仲間になって何か動くのか、うん、何かそういうね、あの、うん、動物とかそれから車とか、まあ、乗り物ですね、が出てくる、出てきます。そして推理的なね、これ頭脳のカードなんですけれども、はい、うん、やっぱ頭使わないと先に進めないような、そういうことですね、はいはい、うん、それとアクションがこう折り重なっている形が出てますね、うん、車に乗った動物が迷路を走り抜ける、どうですか、あなんか言ってくださいボードゲームとか、あ、ボードゲーム的なものっていうところね、これ大人のカードが出てまして、どっちかっていうとちょっとギャンブル性が高いものとかじゃないかなと思うのね、うん、あのパチンコとか、マージャンとかっていうのは、そういうジャンルに入ると思うんですけど、なるほどね、そういう、そういうものとか、うん、あの大変、強いと思いますけど、うんうん、
こちらもなんかね頭も使って結構推理をしたり難しい、うん、傾向があるんですよ、うんうん、パチンコしながら隣の人が死んでるんですよ殺人事件を解決していくああ面白いんじゃないでもいや見ていただきましてね、うん、あの占いで、はいはいはい、私のゲームね、うん、サターンが出るということでサターンはなんか引っ張ってるのかな、はい、あとゲーム業界も盛り上がるとアクションゲームが流行るっていうことでしたけども、はい、あのゲーム機が新しくなったらやっぱりそのなんて言いますかねこんなことができるあんなことができるっていうねグラフィックで見せるアクションゲームが引っ張っていくことは間違いないんですよあの占いの人は確実にゲームのこと知らん人ですもんね全く知りませんね、あのでもそれぞれのソフトこれいいこれ徐々に上がる言ってましたねこれかなりいいって言ってましたよあれなんかでも今田さんもできるんじゃないですかあの占いですかいいですよいやいやちゃんとしたタロットで占ってるんですけどでもあれシャッ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 って見てサタンが出ましたいやそうそう自分で選んでたんじゃないですかいや違う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 よたまたま出たんですそれがサタンあーたっていうさあというわけでですねあの紹介したソフト6本なんですけれども、うんここでプレゼントそうですねあのお年玉プレゼントとして視聴者の皆さんにもドンとプレゼントしちゃおうということでプレゼントの紹介ですイマジニアからギャラクシーウォーズを3名の方セガから1弾と R を5名の方ナムコからサイバースレッドとパックインタイムをそれぞれ3名の方アスキーからダービースタリオン3を5名の方ソニーミュージックエンターテインメントからキリークザブラッドを5名の方にプレゼントしちゃいますさあいやいやそんなわけで皆さんどんどん、はい、プレゼントね、はい、おはがき書いて送ってください、はい、さあ次は何でしょうか次はですねあの噂のバーチャ2に入る前にコマーシャルをどうぞコマーシャルかさあ、そういうわけでですね、先ほども言ってた通りですね、はい、あのバーチャー2の、うん、裏技の方、また取材いやいや、私もここにね、バーチャー2が来ると思ってたんですよ、うん、で、来ないってことで、急遽、あの、とりあえず裏技だけでもまたジャッキーさんとでしょジャッキーさんと行ってきました付き合ってんちゃうか、お前ら私の恋人はサターンだけということで今回バーチャファイター2の新しい技を紹介すべく急遽ジャッキーさんとセガの本社へ行ってきましたさあどうぞもうバーチャ2あるのここにおもむろに今日これこちらが今日使っていただくバーチャファイター2の兄弟ですああもうめまいがしますねちょっと待ってくださいよどうですかあちらは何ですかあのあれはもうドラゲーム研究開発部って書いてありますがこのバーチャ2を作ってる、うん、あのゲーム2件ですよああもう足腰立たないですよもういや立ってますよ立ってますけどとりあえずですね私たちはバーチャ2にちょっとチャレンジさあもうちょっとさあやりましょうもうと行きたいところなんですけどちょっと待ってください私ちょっと喋らせてくださいなんかそういう欲求が今あるんですよ欲求あの2に変わってなって変わったことあすごいすごいところはいまずこう見て分かる通りあの絵が綺麗って思いますよね、絵は綺麗です確かにまあ、なんか素晴らしい技術が使われてるったりするんですけど、うん、あとはそのキャラクターの動きがとっても滑らかになったっていうのがうん、まあ、これ もう見てなんかこうすごいなっていう感じだと思うんですよでもっとすごい分かりやすいところとして、はい、キャラクターが2人増えた1にはいなかったキャラクターが2人増えたそれ見れば分かりますねそうなんですけどねでもそれが大きいところなんですよそうですねそのじゃあ2人のキャラクターをですねぜひ紹介してみたいまたこの欲求がちょっと別のところに今度脇腹あたりですかねあるんでこれを消化させましょう分かりますさせてください、はいまずこの使う拳法っていうのが水拳って水拳ですね自分が酔っ払って強くなるっていうなんかそういう拳法なんですけどこうただ立ってるだけでフラフラしてるんですよねで技の一個一個もなんかこうその酔っ払いがちな何かこう何をするのかよく分かんないようなふにゃふにゃ次にこう何をするかっていうのがこうなんか分かりづらいんですよねおおすごいですねでこうある技を決めると酒を飲んでですねどんどん酔っ払っちゃうわけですね酔っ払って肌の色がかなり変色してきてるんですけどピンクのような赤のようなかなり赤まってます次2人目はい
打ってからってリオンという若いですね。若いです。15歳とかでなんかこう非常に若いんですけど、でこの彼が使うのが灯籠剣ってカマキリの形をカマキリなんですか？真似て作られた編み出された剣法ですね。手がカマになってるんですよね。強そうですね。はい、そういうことで分かりました。もう新しい新キャラですね。2人見てみたわけですけど、はい、見てみたわけですけど、どうですか2人。前のもともといる8人のキャラクターとは違って、なんかこう全然系統が違ったんですね。系統が違うっていうか、個性を出してる、いい味を出してるっていうんですか。味出てますね。味出てますね。それはちょっと私は味出てるなっていう感想が、もう味出てるなみたいな。そのままですね。まあそれはいいんですが、で、今その2人の他にもですね、あと8人、前作からの8人ですね。8人の代表的な技もですね、ちょっとまたここで紹介してみたい欲求が、欲求がまたこの辺に。マイピーケ、マイピーケ。アキラのコンビネーション技の一つとして、ここではミリ探脚から鉄断工という技へのつなぎを見せています。ミリ探脚で相手の体を浮かせておいて鉄断工を当てています。タイの数ある投げの中から、今回は闘神印象を取り上げてみました。相手を倒した後にパンチで一発追い打ちをかけるのが特徴です。ラウの、コンビネーションの一つ、遠く古戦脚から、連環転身脚への、技をつないでいます。相手を浮かせてとにかく連打しています。投げ技が新庄のウルフとしては、こういった大技も持っています。コマンドがこの技の場合、1のスプラッシュマウンテンと同様のものなんですが、2になってモーションが変わりました。ジェフリーのこのマシンガン2という技なんですが、こちらも1から、ある技なんですが、2になってダメージの減りが大きくなりました。より出しがいのある技になったんじゃないかと思います。タフの場合、この小円楽という、投げ技なんですが、相手を高く放り、投げるという技です。そこで落ちてくる間に何をするかはもう全く自由なんですが、今回雷流飛翔脚を当ててみました。こちらもサラのコンビネーション技です。1からある、ダブルジョイントパッドから、サマーソルトキックへとつないでいるものです。1ではこういうつなぎは不可能だったんですが、2になって、サマーソルトを当てることができました。2になって、自分から相手に背中を向けることができるようになったんですが、このジャッキーの場合、その振り向きキックが相手にカウンターで当たるとこのように踊ったりします。実に、個性が現れていると思われます。もう私たち今日13時間ぐらいこう楽しんだったんですけど、やってないもうスタジオでは今田さん、東野さんが、東野さんもう目の前でやりたいよ。それやるのはやりたいよ。今日あればね、もう早速やるんですけどもね。いやもうそのうち来ますから。来ますよ。いやごっついですね、なんか技がね。すごいですね、なんかね、2つなんかミックスして。だからバーチャファイターの技の数が約ね、今さん、はい、700種類あって、はい、今度の2がその倍の1400種類。計算合うんですけど、計算合うんですけど、ね、いずれはこのスタジオの2が来ますので、はい、これ楽しみですね。さあ、ひよこちゃん、来週の特集は一体何でしょう。あとプレイステーション、ソニーのプレイステーションの目玉といえば、やっぱりリッチレーサー、はい、車のドライビングゲームですね、はい、でもですね、そのリッチレーサーにもですね、実は裏技があったらしい。ロケティな、いや、まだ行ってないです。ほんまですか。またジャッキーさんかな、思って。まあもう。またジャッキーさんか。なんですか、それ。来週はですね、とりあえず、リッチレーサーの特集をしたいと思います。はいよ。はい。そして、競馬ファン待望の。そうだ、ダビスタですね。はい、ダビスタの最新版のですね、ダービースタリオン3というのをですね、紹介したいと思います。もう、例えば、競馬知らない人が分かるように、ダビスタ入門編もやりますので、はい。報告したいと。はい、はい、それではですね、今年一発目の放送でしたけれども、今年も皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあまた来週、さよなら。いいよ。
この番組は札幌一番の提供でお送りしました。